2019年の広島東洋カープでは2019年シーズンについての広島東洋カープの動向についてまとめる。この年の広島東洋カープは小形光一監督の5年目のシーズンである。2018年シーズン終了後に f a 権を行使し巨人へ移籍した丸加工の人的保障として長野久義が入団。さらにはチームの3連覇に貢献した。 ベテランラ・新井貴タが引退、ブラッド・エルドレットや、ジェイ・ジャクソンが対談し、大きくメンバーが変わることとなった。開幕戦では、大瀬良大地が、8回無失点の高騰を見せ、オフシーズンに移籍し、前年まで3連覇の立役者だった丸の所属する、巨人に勝利する。好スタートを切ったかに思われたが、田中広介、松山龍平の不調に陥り、 丸の遺跡や荒い引退の穴が大きく影響し、4月中旬の時点では最下位に沈んだ。しかし、4月後半から5月にかけては、1番、野間俊幸、2番、菊池良介、3番サビエル・バティスタ、4番、鈴木誠也、5番、西川龍馬の打線が機能し、5月に20勝を挙げる、大躍進を遂げて、首位浮上。だが、 交流戦では5勝12敗を喫し再開となり、その後もチーム状態が上がらず、11連敗を喫するなどチームは一時期5位に転落した。オールスター後は1番西川の活躍もあって9連勝し、3位に浮上。だが、反撃ムードが出ていた8月17日、チームの躍進を支えていたバティスタがドーピング違反で離脱。また、 小型監督の暴行も発覚しチームの士気も下がった。9月末には4位の阪神が追い上げており、あと1勝すれば CS 確定の状況で勝つことができず、レギュラーシーズンは3位の状態で全試合を消化したが、その後阪神が6連勝で逆転。シーズン通して、大型連勝と大型連敗を繰り返すなど、チーム全体の好不調の波が激しく、 前年までの3連覇から一転して4年ぶりとなる4位に終わった。これを受け監督の小型が辞任を表明。公認に投資コーチの笹岡真司が就任することが決まった。セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、 スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、居手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、居手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。 色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手ありがとうございます